ケネス・クレーボーン・ロイヤルはアメリカ合衆国の政治家、軍人。トルーマン政権で陸軍長官を務めた。1894年7月24日にノースカロライナ州ゴールズボロに誕生し、ノースカロライナ大学を卒業した。大学在学中はデルタカッパエプシロンに所属した。ロイヤルは1916年にノースカロライナ州で弁護士の認可を受ける。 1917年にハーバードロースクールを卒業した。第一次世界大戦中、ロイヤルはアメリカ海外派遣軍の一員としてフランスへ派遣され、1918年から1919 19年まで第317野方兵連隊で少尉として任務に当たった。ロイヤルは1921年にノースカロライナ州兵隊員に任命され、 州軍の野放兵中隊長を務める。ロイヤルは第一次世界大戦後、ノースカロライナ州ゴールズバラと同州ローリーにおいて弁護士業を開業した。ロイヤルは1927年にノースカロライナ州上院議員を務めた。ロイヤルは1929年から1930年にかけてノースカロライナ州弁護士協会の会長を務めた。 ロイヤルは1940年にノースカロライナ州の大統領選挙人を務めた。陸軍長官時代の肖像が第二次世界大戦諸島の1942年にロイヤルは陸軍大佐に任命された。ロイヤルは陸軍省内で法務課長を務め、続いて会計部長、補給部長を務めた。1942年に8人のナチス党員が ニューヨーク州のロングアイランドに上陸した。彼らは速やかに拘束され、7月2日に秘密裏の軍事裁判にかけられた。フランクリン・ルーズベルト大統領は彼らの弁護人としてロイヤルを指名したが、ルーズベルトはまともな弁護をしてほしいと考えておらず、ロイヤルに対して法廷に出ないよう命令した。ロイヤルはこの命令に対し文書で、 任意の人物を対象に秘密裁判を改定する権限を大統領閣下は保持していない。私はそう考えています。私は閣下が先の命令を撤回してくれることを望みます。と返答した。だが、ルーズベルト大統領はロイヤルのこの要望を拒否した。軍事裁判では8人のうち6人に対して死刑2人に対して懲役刑が言い渡された。 ロイヤルは秘密裁判による審理結果は違憲であると主張し連邦地方裁判所に控訴した連邦地方裁判所はロイヤルの控訴を企画したロイヤルは自身の法律事務所の弁護士らとともに連邦最高裁判所に上告した7月31日に連邦最高裁判所は用紙のみを発表してロイヤルの意見書を企画し大統領による 秘密裁判の死刑判決結果を指示した。6人の死刑は8月8日に執行され、残り2人は刑務所に収監された。だがロイヤルは秘密裁判の合憲性についての確認を引き続き連邦最高裁判所に求めた。連邦最高裁判所は1942年10月29日に審理の全文を公開した。ロイヤルは その後、巡将に昇進し、陸軍補給軍の会計副局長を務めた。ロイヤルは1945年4月に、陸軍長官特別補佐官に就任した。ロイヤルは1945年11月9日に、陸軍次官に承認した。ロイヤルは1947年7月19日に、陸軍長官に承認した。1947年9月17日に、 国家安全保障法が施行され、陸軍が国防総省の参加に収まった後も、ロイヤルは新陸軍省で引き続き長官職を務め、1949年4月29日に陸軍長官を退任した。陸軍長官在任時の1948年1月6日に、日本の角の弱体化を施行する GHQ の占領政策を批判し、 日本の経済復興を優先すべきであると訴え、日本を極東における全体主義に対する防壁にすると演説を行う。この演説はジャパンロビーで立案が進められていた占領政策の転換を公にしたものとしてよく知られている。1949年12月にニューヨーク市内で著名な法律事務所、ドワイト・ハリス・コーゲル ケースキーの共同経営者に参画した。ロイヤルは1958年に同社の社長となった。同社はその後、ロジャースウェルズと改名され、続いて、クリフォードチャンスロジャースウェルズと改名された。その後同社は、イギリスのクリフォードチャンス社に吸収合併された。1971年5月25日に、ノースカロライナ州ダーラムにおいて死去した。 ロイヤルの遺体はゴールズバラ市内のウィロー、デール墓地に埋葬された。1917年にマーガレット・ベストと結婚した。息子のケネス・クレイボーン・ロイヤルは、ノースカロライナ州会員議員及び同乗院議員を務めた。ありがとうございます。